久保さん、お疲れ様です。気になる男152話ですね。152話、今回はディズニーランドのトイストリーホテルに来てるんで、ちょっとその模様をお届けしながらの動画となっております。よろしくお願いします。いや、本当にいろいろやる上で、まあ、考えることがたくさんあって、まあ、一歩一歩やっていくしかないなっていうところを非常に感じてるんですけど、まあ、こうやってその動画を撮る、動画撮って動画を撮りながら歩くの初めてですね、自分。今までそれやってなかったんで。なのでこういう機会もあったっていうのも、まあ、気になる男シリーズやってよかったのかなと、やってよかったのかなっていうのはあれですけど、まあこういう感じで、ね、たまにはちょっと何をうまく喋れるわけじゃないんであれなんですけど、こうやって撮りましたよっていうねのを伝えたい152話になってしまったんであれなんですけど、いいですねこうやってね。なんか相川さんの気持ちが分かりました。こうやってなんか動画を撮りながら喋ってる気持ちがねはい、そんな感じで毎日毎日しっかりやっていくこと、これしかないかなと思いまして、あと自分に何が当たりないのか、まあ、そういうのをしっかりこう考えながらやっていく、まあ、今日はちょっとあまりそういう気分ではないんですけど、まあ、そういう旅行先でもねこうやって動画を撮って、まあ、遊びながらも遊びっていうか分かんないですけど、そういう、まあ、気を抜かないように、まあ、やっていく、まあ、これだけなのかなとは思ったりしますね。これで、ね、しっかり仕事してる気分になりますから、いいですね。仕事してる気分になってるか、時間をちゃんと使えてるっていう、まあ、どんな、あ、そうそうそうだ、短い時間でもしっかりと動画を撮る、まあ、その習慣をしっかりつけていく、まあ、これなのかなと思いました。はい、ということで152話ちょっと撮らせていただきました。これはサムネはどうやってつければいいんでしょうかねはい、ということでちょっといろいろわかんないんですけど、まあ、今からチェックインしながらちょっといろいろやってみます。はい、ということで、ディズニーランドの、違う、ディズニーシー、あれ、ディズニーランドかディズニーかよくわかってないんですけど、ともかくトイストリーホテル、今年の4月にできたのかなというところのお庭から撮らせていただきました。152話でした。気になる男です。次からは普通にちゃんとやります。はい、どうもありがとうございました。あ、久保さん、153話、次は153話ですかね。よろしくお願いします。それでは。